ただいま我が家バーン。どうも、ちゃんで隊長の隊長です。ここ3日間ぐらいバンディさんちにちょっとお泊まりさせていただきまして、もう万の家に帰りたい。はい、というわけでちょっと今回はですね、久しぶりに嫁車勝手に改造したいなと思います。で、今回何やるのかなーっていうお話なんですけど、前回はマックのやつね、はい、ありましたね。その前はファミリーマート。もうなんかここ最近なんかちょっともうふざけてる方向ばっかりで、ちょっとそろそろね、しっかりとしたね、実用性のある改造をね、したいなと思いまして。まあ、僕もね、たまに嫁のインプ運転するんですけど、やっぱりね、セダンなんで、もう、ノーズが長いじゃないですか。で、長くって、おまけに車高も低くて、こう、フロントリップもついてるんで、輪止めとかでね、結構フロントリップ、こう、スレスレとかね、結構、毎回気を使ってね、駐車するんですけど、まあ、バックでね、駐車するのがほとんどなんですけど、バックで駐車できないとことかね、まあ、そういうところとか、すっごい気を使うんですよ。で、今回はですね、もう、タイトルにもね、あると思うんですけど、フロントカメラをね、つけたいと思います。こちらです。バーン。はい、ちょっとしばらくは積極的にバーン使っていきたいなと思います。ワイヤレスのカメラでございます。これ本来の使い方は大体バックモニターとかね、ああいう後ろが見えない車のバックモニターとかで使われているものなんですけど、バックカメラではなく、もうこれをフロントにつけて前の地面ですね、あとこう頭出した時にね、こう左右の車とかをね、確認できるような、そんな感じにしたいなと思います。ライブの儀、はい。まぁ、ちょっと大まかにね、ちょっとやっていきたいなと思います。はい。モニターですね。で、シガーソケット電源ですね。スイッチ式ですね。そして、カメラでございます。素材でございます。ちょっとカメラでございます。あと、マウントですね。で、あと、ちっちゃい取り付けの両面テープとネジがついてます。で、これね、名前の通り、ワイヤレスでございます。どうして今回ね、このワイヤレスにしたかと言いますと、うちのインプレッサって、エンジンルームから、こう、車内に引っ込む、穴がもうすっごい癖の強い場所にあってですね、もうとにかくアクセスが悪いんですよ。もう線通すのだりーなと思って、なんかいいのないかなと思って探したらこれだったんですよ。なので今回はですね、蛇腹とかの中をこう線でこう通して、もう車内に引っ込んでっていう手間が今回はないんですよ。まあめっちゃ楽、助かる、サンキュー。はい、まずはね、このリレーをつけていきます。赤い線がバッテリーですね。バッテリーにつながって、で、この青いのがですね、エンジンかけた時、まあ ACC ですね。ACC 入れた時に流れる電気の場所につなげるって感じですね。やっていきます。これでとりあえず電源がここに来てます。で、あとはね、こっちに青い方に、ACC ね入れた時に流れる電気のとこととりあえずつなげる。で、こっちはドライブじゃないわ、カメラの電源につなげます。カメラとのこの線をつなげたので、ちょっといい感じの場所にね、ちょっと設置していこうかなと思います。ホーム線に買い足し行ってきました。ミニフラ型フューズ電源、はい、線出てないACC のね、連動した線がですね、どこにも見当たらなくてね、もう仕方ないんで、まあこのフューズボックスからヘッドライトのね、電源をいただこうと思います。これワンチャンリレーいらんかったねリレーいらんかったのこれ。まあいいや、とりあえずフューズボックスから電源取ります。モニターをですね、シガーソケット電源につなぎました。で、これでエンジンをかけてヘッドライトを入れるとカメラが起動します。じゃあ行ってみましょうね。行きます。すごい音したな。つくか。はい、で、これでモニターつきましたね。で、ヘッドライトをつけます。お、ついた。つきました。お、すげえ、映ってる。あ、いいっすね。とりあえずね、カメラはね、無事に起動したので、とりあえずね、取り付け位置をね、ちょっと決めていきたいなと思います。あ、こんにちは。
あ、もしかしてこの車のオーナーさんですか？あ、そうです。かっこいいですね、これ、かっこいい。なんて車なんですか、これ？これ、スバルのインプレッサー。あ、そうなんですね。ナブラロ XSTI GDBD です。あ、ありがとうございますGDBD だね。あの、久しぶりにちょっと改造しましたよ。もう、はい、ビルも見えてんだよね。あ、なんかついてますね。まあ、出てるみたい。そう、なんかちょっと出てますけど、これがあなたのカーライフを幸せなものに変えますよ。本当に？はい、ちょっと乗ってみてくださいよ。まだついてる。まだついてる。ハンドル外れてますよ、オーナーさん。これ大丈夫ですか？あ、乗らんくなってきた。めんどくさくなってきた。うざいなと思って。え、なんかテレビついてません？本当だ、でかい。空港の車。久しぶりすぎて。乗れる？私。乗っとったから、あなた。低くない？低いね。マジ？車低すぎてびっくりしてる。びっくりしちゃった。ちょっとエンジンかけてな。ついてますね。ハワイ、東京、現地。うん、あ、時間すごいですね。そうだよ。メールかかってきちゃった。これで横確認できるぜ。まあまあできるけど。あんまイケス感顔してますね。今日だけだよ、みんな。今日は特別に何につけるの？まあ今日クリスマスですから。関係ある？まあいいじゃん、いいじゃん。トラックみたいな、なんかトラックの運転手さんみたいな。うん、かっこいいね。じゃあせっかくなんでこれでドライブ行きますか。行きますか。これは電気つけてないといけない。そう、ヘッド、そうそうそう、ちょっといろいろあの、はい、事情がありまして、はい、じゃあ行きましょう。はい。車来てない。めっちゃ見える。めっちゃ見えるね。お、すげえ。これいいね。これはすごい。早くも。待って、この車低い。この車低いな。こんなに乗り回してた。そうですよ、なんか。ちゃん最近軽バンでもうぬくぬくしてるから。もう地面じゃん。やばいね。地面張ってるね。張ってますよ。ライトに連動なのがちょっと不便ですね。まあ出るときだけだから。うん。うん、なんか朝のライトつけてるような感じもあるし。デイライトみたいな。うん、デイライト。デッドマイデイライト。多分。うん。家ではザクリッパーでしたから。あ、そう、これ年末に言うんだったな、これ。ああそっか、嫁の家出騒動ね。嫁の、はい、家出騒動、うん、家出騒動ありましたね。遠いね。遠い。遠いけど、なんかスッてやったらここ空振りする。笑って。あ、スバルを喜んでる人。何それ。スバルを感じてる人。スバルのに大体走ってるとニヤニヤしてる。
はい、洗車場着きました。どうでした今回の改造。お、あ、なんだっけ、カメラ、カメラ、あー、これか。あ、どう、あの、容器、容器、ただな、モニターの位置どうしよう。そうね、まあこれは今後考えましょう。うん、はい、とりあえず星いくつでしょうか。とりあえず星4。はい、わかりました、ありがとうございます。というわけで我々今からですね、ちょっとパーッとこの車洗車して、ちょっとね、知多半島ドライブしようかなと思います。はい、はい、それでは続きはまた今度。バイバーイ。